東日本大震災の時には、アメリカ軍が友達イニシアティブという名前で、日本の人たちを助けてくれたということがありましたあの。日本の震災で他の国の支援を受け入れたということはあまりなかったと思うんですけれども、こうしてそのアメリカの支援を受け入れたり、他の国の支援を受け入れたりということが、えー、ありましたので、まあ、日,本日本でも アメリカの支援を受けることもありましたので、今後もこうした支援が続くこともあるんではないかと思います。